今日ももみんなででシネマテティーークどうも映画コメンテーターリムラコンですさあ今回はですね、まあ、の第2弾、まあ、後編ですね、えー「バットマン一気に解説」ということで総まとめでございます、えーまあ、前作、ね、見ていただいた方はですねこの「バットマン」の映画ずっと歴史があるんですけれどもティム・バートンジョエル・シューマッカーまで来ましたで、えー、8年の時が空いて まあバットマン失敗作とかいろいろ言われたんですけどもいよいよここから皆さんお待たせいたしましたクリストファー・ノーラン版2005年の「バットマン」が始まるわけですはい、えー、それでは解説していきましょう。あのまあこのねやっぱり不評によってですね第5弾の企画とかっていうのがあったんですけども結局もうやめようと。 ということで新たにクリストファー・ノーランが起用されて「ダークナイト・トリロジー」という三部作をやろうというので復、まあ、復帰を復活を活図ったんですねでこの時のテーマというのがやはり現実路線ですでマシニストの,、えー、このなんだクリスチャン・ベールが、えーまあ、壮絶な減量をした後にめちゃくちゃ筋肉ついて臨むというのも話題になりましたよね。 えということでね、まあ、本当にこの新たなシリーズ、ここからバットマンというのは人気を不動のものとするんですけれども、まあ、バットマンビギンズというだけありまして、なぜバットマンが登場したのかという前日単に戻ります。つまり、ティム・バートン版のバットマンと同じもののパラレルワールドにまあなっているんですが、えー、ちょっとずつね、えー、話は似てるんですけども、設定が違う。例えば、えー、ティム・バートンの方で自分の両親を殺したのは、 ジョーカーという設定になっているんですがえこの「バットマン・ビギンズ」の方ではジョーカーではないんですね。いというようにちょっとずつね違います。でやっぱり何でしょうジョエル・シューマッカーバージョンの,あのガチャガチャしたうーまあサイケデリックな色使いとか演出っていうのを一切排除してその混沌とした時代の「ゴッサムシティ」でやっぱりトーン抑えめ。 それから人間の闇の部分をえぐるようなリアルなやっぱり演出にガラッと変わったんですね。これが伝説の始まりです。クリスチャン・ベール、それからクリストファー・ノーラン、このコンビが素晴らしかったですし、キャストも、ね、やっぱ抑えめに変わりましたよね。えー、まずそのモーガン・フリーマン、それからケイティ・ホームズも良かったですし、リーアム・ニーソン、ゲイリー・オールドマン、渡辺謙う渋いところがカチッと抑えると。 そして今回登場すするビランといいうのは2人います、えー、このラーズ・アル・グールというこれはあの渡辺謙さんが演じているのとスケア・クローというこの2人体制でやっているのはまあ,あのずっと継承されている通りなんですけれども一つはねこのラーズ・アル・グールの一派の考え方が えー、三部作の最後に出てくる「ベイン」に至るまで常に「バットマンの対抗軸とととしているといるうところですよね影の同盟」っていうのが出てくるんですけどもなぜ影の同盟ともともとは師匠的な扱いなんだけど、えー、だんだんこのれん分けして考え方が違うようになってったのかっていうのは、えー、これはですね、えー、ソドムとゴモラという旧約聖書から僕はヒントを得て作られたんではないか。でこののソドムとゴモララは、ね、天空の城ラピュタでも 一つ出ててくるお話でしてこれ調べると出てくるんでちょっと皆さん調べていただきたいんですがえまあ昔ある国にそのソドムというまあ町があったと。でそこにいる人々はどんどん堕落していって犯罪が多くなってしまった。 でさらに言うと性に対しても淫だらになってしまいこれはあの同性愛の言葉で「ソドミー」という言葉があるんですが、えー、男女だけじゃなく男男女女さらには動物までもがそういうまあ卑猥なことをやる風に落ちてしまったので神様が怒ってそのソドムという町をもう一旦破壊して。 で根絶やしにしてもう一度再生させたら人類は生まれ変わるんじゃないかということで天使を使わすすんですねところがその天使が来たのが美少年なんですけどおじさんたちが「おおかい,いなちょっと俺の家来いよ」みたいな感じで誘うのを断っていた主役の男がいるんですが僕はそれがジョーカーでありスケアクローでありその「バットマン」シリーズに出てくる 悪役とは実は神から使わされた人間を破壊するために一旦この世の中を全てラーサーズ・グルの考え方であるならばもう根絶やしにしようで新たな文明を作り上げるんだというちょっとこのサノスとも似てますよね。はい、あの人類はもうおかしくなりすぎたから半分の人口を減らそうっていうの考え方とちょっと似てて破壊しなければ新しい想像はないという考え方なんですね。 ところがそこに対してバットマンはいやちょっと待ってくれと今いる人たちもいい人たちもいるわけだしそんなその勝手にお前たちのあれでこの町が破壊されたは困るから僕は自警団として戒めるために恐怖の象徴コウモリを使ってこの町の人たちを守るというふうに登場したのがバットマンなんですさあ皆さんこれあの冊子の言い方はもうお分かりですよねつままりバットマンは今でで主役で 高、えー、頭無けそれから完全懲悪だった場合絶対的に正しかった正義だったにもかかわらず実はこの人間たちが堕落したから神が使わし悪役の方が実は正義なんじゃないかっていう考え方があります。はい でここから先の理論になるとです、ね、この、えー、パート2いわゆる第2弾の「ダークナイト」につながるところでこの先より深掘りして解説をしていきますが現段階では、えー、このなんだろうなソドムとゴモラの考え方をぜひ皆さん、えー、ちょっと一旦頭の片隅に入れておいていただきたいと。でえー、これで、ね、随所にです、ね、やっぱりのなんだノランの,その頭の中とか今後の その作風前の作風というのは色濃く出てるなと思うのがえ開始7分のところなんかはまさにインセプションの氷のアジトのシーンなんかまさに同じアングルでしたよねとかあとはあの最後あれですよね悪党を始末してその後ホームレスにいいコートだねって自分がもともと貸したコートのことを褒めるんですけどそこなんかもねちょっとノーランのシニカルな笑いがあっていいな。そして最後に 悪党がこうやって縛られてそれがサーチライトのマークとなっているっていうのも非常にねあのオマージュをこういう風にうまく使うんだというなんか映画的演出が見事に成功した例ではないかなと。バットマンってサブストーリーとして恋愛というのが出てきます。でこれはあの自分の好きな子が えー、いるんだけれども実はバットマンがブルース・ウィーンとイコールであるということが言えないちょっとスパイダーマンと似た理論が出てくるんですねそこでの三角関係になってやきもきしてしまうシーンがあるんですけどもあのー、やっぱり決め台詞で人の本性は行動でね本当にあのねシーンで最後スカッと言った時にあなたが。 バットマンなのねというふうに分かるシーンの伏線の張り方は実にお見事だったなというふうに思いますそれから1時間28分のところですねまあスケアクローが自分の薬でバットマンの幻覚を見るシーンとかあのこのすり替え手法というんですがこれはまさにインセプションにつながっているえあとねこの名言っていうのも結構ありまして特にこのなんだろうなバットマンビギンズに関しては人は落ちるなぜ落ちるのかそれは這い上がるためですというのが 再三にわたって実はこの3部作に出てくるのでこのセリフにも注目かなと。えー、でこのラストシーンですよ、あのー「君がマスクをつければコスチュームを着て犯罪をするこんなやつが出てくる」つってバーンとカードのジョーカーが出てきて自作につながるもう本当にねクリストファー・ノーランは天才としか言いようがないですねジョエル・シューマッカーはこれを見てどう思ったんでしょうか、はい というね、まあ、本当に痺れるなという、えー、のところからいよいよダークナイトに繋がりますで、先ほどのソドムとゴモラの考え方をさらに深くさせたのがこのダークナイトになります考察は後ほど言いますこの時点で初めてバットマンという言葉はタイトルにはもはや出てこないダークナイト 暗黒の騎士しか出てこないんですねはいそこで察しの言い方わかりますよね先ほど言ったバットマンは絶対的正義であるのか理論ということに関してダークナイトという言葉が出てくるんですホワイトナイトではないんですねつまりこれは何かというとバットマンこそが悪役でないかという考え方が出てくるんですで今回は最悪の敵というのがジョーカーヒースレジャーがやりました もう本当にヒースレジャーは素晴らしかったです。であのー、まあ後ほど役作りのお話とかもしたいと思いますけれども、えーまあ、見事第81回のねアカデミー賞で堂々の助演男優賞を受賞しているということであの大体こうね通常3部作っていうと2本目ってのは意外といまいちな作品が多いんですがやっぱり3部作で成功する映画まああのシリーズものとしてね成功する映画で「ターミネーター2」とか「エイリアン」もそうですよねとか。 バックトゥ・ザ、まあ・フューチャーもそうですけどもやっぱり2が面白いと続編につながるっていうのがありますよねやっぱり2がつまらんとねやっぱりなかなか、えー、その後のシリーズがポシャってしまうという、えー、理論はやっぱ当たっているのかなというふうに思いましたはいでもはやですねこのダークナイトに関しては、えー、バットマンは先ほど言った狂言回しにしか過ぎないえー猿回しと一緒ですよねうんサル回しって あれ実は人間のこと実は誰も見てないんですよね無色透明でなければならないむしろそのお猿さんがメインでお猿さんがやることによってそれを回しているえその猿回しはナレーションでもいいし 無色透明なアナウンサーでもいいわけですよ、えー。もはやバットマンは猿回しになってしまったというのが、今回このダークナイトではまあ決定的な特徴だったかなというふうに思います。まあ、まず一つはですね、ノーランの映像へのこだわりですね。えー、当時まだ4台しかなかったと言われるアイマックスの大型アイマックスカメラで撮影したんですけど、まあ見事でしたね。で、あの、これ縦横比ってね、アイマックスを使うと、こう。 えちょっと正方形になったり横になったりするんですがこれぜひあの完全版というのをご覧いただきたいと思いますこのシネスコサイズとビスタサイズっていうのがあるんですがまあそれがこう完全に全部入っててしかもそれが超綺麗な画面で楽しめるしかもノーランというのはその4台あるうちの1台ぶっ壊してますからねこれはもはや語り草となっておりますはいえとかあとあの音楽もやっぱりこの時代のノーランすごいっすねめちゃくちゃこだわってます というのは今まで「スーパーマン」にしても「バットマン」にしても「バットマン」っていう必ずその「バットマン」の主題歌っていうのがあったじゃないですかところがね今作は、ね、ないんですよねこれは意図的になくしているとえこれ監督おっしゃっております。これれはシンセとそれからオー,ストオーケストラの曲 エレククトリックチェロとかパーカッションっていうまあ,あと話題語とかも入れた編成になっててシンボリックなそのメインのテーマ曲で分かりやすいようなものは一切否定してですね英雄不在というふうに音楽をしていますなのでそのまずバットマンがテーマ性がない曲になっているそれからジョーカーに関してはこれ冒頭のですね9分14秒。 曲がバーンと銀行強盗の要は iMAX のカメラを使っているくだりがあるんですけれどもそこに流れる曲誰もが嫌う旋律不快なメロディーというのを入れておりますこれはなぜ不快なものに聞こえてしまうかというとテンポは1つに対しててつつの音でで構成されてるんですねつまり1つのテンポに対して1つの音であれば非常に聞いてて気持ちいいけれども1つのテンポに対して2つの音を入れると 気持ちが悪いこれまさに二面性を示しているのではないかしかもこの二面性というのが後に出てくるトゥーフェイスに伏線がつながっていくというふうになってますねはいそれからあと当初やっぱりヒース・レジャーがジョーカー役をやると言った時にいやジャック・ニコルソンは抜けないよ相当なプレッシャーがあったかと思いますただそれを見事にもう今ジョーカーといえば まあ、ホワキンフェニックスもすごかったですけど、まずヒースレジャーって名前が出てくるぐらい彼は本当に天才、まあ、頑張ったというふうに思いますよね。本当にそれは素晴らしい、えー、経緯を表したいという,ふうに思います。はい。えー、ではまあアカデミー賞も見事に掴むと。それからあと演出としてこれねぜひあの合わせてご覧いただきたいのはヒートですよね。あのー、これも。 まあマフィアのボスと警察のボスがまあこの繰り広げるまあアルパチーノとロバート・デ・ニーノが一つの画面のフレームの中に絶対に出てこないって映画でしたけどこれはね本当にあのバットマンとジョーカーのように究極の正義つまりまあヒートで言うとこの警察のボスっていうのは結局悪いところのボスとつながってるんですよね。チンピラみたいないなわゆるその え下の方の犯罪を捕まえることはできるけれども本当にすごい麻薬カルテルとかえギャングのボスみたいなのはもう普通の警察では捕まえることができないだから結果警察のトップは悪に染まっていないとその情報をつかめないでもっと言うなら悪のトップも警察のトップとつながってるんですよね。 というようにバットマンとジョーカーの関係もこのヒートと同じですよねえー、究極の正義は悪かもしれないもっと言うならばえー、究極の悪は正義になっているのかもしれないできすぎくんがバットマンとしましょうお金も持っててイケメンで強いで何でもお金で解決できる財力もあるところがそうじゃない人たちの方がもう大,大,大多数じゃないですかそしたら お前はいいよな金ってでバットモビルとか自警団でお前正義を振りかざしてさでも俺なんか食っていくのがまず大変なんだよふざけんなというできすぎくんがいるからこそそれに対しての反発で悪っててねね僕ね絶対に出てくると思うんですつまりジョーカーを生み出してしまったのはバットマンがいるからという考え方もありますよね。お前がそのの正義の 斧を振りかかざしてるから面白くないんだよという反発です、うん、だからうーんこれね僕ね正義の考え方って悪がいるから正義がいるというふうに僕も今まで思っていたんですがこの「ダークナイト」を見てからは実は正義がいるから悪が バーンとそれに対しての強い反発として出てくるのかなという新たな考え方が出てまいりました。で、これ徹底解説なんでバーっと言いますけども43分のね。バットマンがいるからこんなやつが現れた。つまり、僕が先ほど申し上げたように悪がいるから正義がいるのではなく、正義がいるから悪が生まれるのだという考え方です。嫉妬です。はい、妬みです。それから1時間22分。 まあもうこのジョーカーとバットマンのこの対峙シーンですね。っ、えー、と、ティム・バートン版のジェット機とガンで対峙するのと似てるんです。これはね、えー、ティム・バートン版のオマージュだと思ってください。えー、それから1時間45分、えーあ、ごめんなさい、43分ですね、その前に、えー、ジョーカーがですね、俺の生活はシストだと。ダイナマイト、ガソリン、火薬は安いんだっていうこのセリフがあるんですね。で、大量の札束に火をつけてバンと燃やすんですが、これもうね、あのー、 もうなんていうのかなバットマンに対する思いしかないですよねお金が欲しいわけでもないし名誉が欲しいわけでもないで弱みのない犯罪ほど強いものはないですよねああ迷いがないで、えー、と1時間43分にジョーカーがあー45分に病院を吹っ飛ばすまさにこれテロですねこれはまさにもう、あのー、怖くない犯罪といったらテロなんですよだって自分が自爆テロで爆弾巻いて突っ込んじゃうわけですから もうその迷いのない悪に対してアメリカはどうやって立ち向かっていくのか迷いのある正義イコールバットマンそれがアメリカであるという考え方に繋がってくる比喩してますね。で2時間23分のジョーカーに屈しないために結局バットマン自体が悪になって解決を見るというところはまさにトゥーフェイスが正義になるという。 まあこのジョーカーの悪は成功者のこれね本当にあの配置もうまくてですねジョーカーが悪バットマンが正義まあこれ逆かもしれませんけどもその間にトゥーフェイスがいるこの2つですね真っ二つで正義と悪が2つの顔を持っているっていうこの配置もね、まあ、実にうまいなというふうに思いました。はい、でやっぱり彼の挙げる正義っていうのは正当性を持ち得ているのかというのを問いかけるとてもヘビーな内容になっているんですけれどもバットマンは時系団です。 え警察からお願いされて町の平和を守ってるわけではなく自発的に自分がお金があるのでいろんなものを駆使して町の平和を守っているえまあ自衛団ですよね。これって皆さん国に例えるとやっぱアメリカですよね。世界の警察のアメリカがその集団的自衛権を駆使して2003年にイラク戦争を仕掛けました。これはいろんな国の許可を得ずしててやってます途中でアルフレッドが 全ての携帯電話とかを傍受しろっていうふうにそのバットマンに言われて分かりましたでも僕はこれは本当にいいんでしょうかこんなことやっちゃってって言ってゴッサムシティの全ての人のまあ個人情報をバーッとバットマンが吸い上げてそこから犯人を割り出すっていうシーンがあるんですがこれまさにスノーデンの CIA にもともといた人がえ実はアメリカ全国民の情報データは全て政府に盗まれてるよということを告発した事件と告示してますよね。 えー、つまり僕は何が言いたいかってい悪悪い悪いいのののためなら少々の悪は許されるのかという考え方です、えー、皆さんが今日々使っている携帯電話とか、えー、まあカメラのインキャメラもそうですけども情報抜かれてますでこれは全部データとしてゆくゆく国際的な犯罪があった時にその何時何分に電話してたやついないかっていうことでバーッと洗い出したらすぐ出てくるじゃないですかというように僕らのプライバシーは 少々のの悪悪悪はなだからアメリカも「少々のそんなことはしょうがないと」といやテロリストを絶対的にやっつけるんだっていうのはそれはみんなの意見を無視してないですかアメリカファーストアメリカファーストって言うけどそんなものを世界の調和を乱したらあなたなんかただのジャイアント終わっちゃうよっていうそれがバットマンってわがままなんじゃないのかというのを まあアメリカという国を比喩しているんじゃないかというふうに思います。でさらにやっぱりね2008年はですね、えー、ジョージ・ブッシュが大統領をやっていた時代なんですけれどもイラク戦争だったんですね。で大量破壊兵器がやっぱりあるんじゃないかということでその、まあ、結局バーンとその戦争を起こしましたよね。ででも結局大量破壊兵器ありましたかなかったかかなっすよねというようにバットマンが やっちゃえつってやった悪がもし仮にそれが違った場合まあ事情も聞かないでしょやっちゃえっつうんだから話し合いじゃなく武力でやった場合確かに解決は早いかもしれないがそれだけで世界は救えるのかという、まあ、しかもそれがイギリス人監督のクリストファー・ノーランがアメリカ人ではなくイギリスから見たのを冷静に分析するにそれがダークナイトだっていうこと言ってるんですね。 正義を振りかざしていたホワイトナイトじゃないですよと暗黒の騎士というまあ非常に恐ろしい映画ですよね。もうもはやこれは世界情勢を僕は比喩しているんじゃないのかなというふうに思います。さあということで、もうあのあとヒース・レジャーのすごさですね、もうこれもちょっと徹底解説なんで本当にヒース・レジャーね6週間モーテルに閉じこもってであの時計仕掛けのオレンジとか。 えーまあ、いろんなこうモデルを参考にして、まあ、くしくもねこれ「クロー」っていう映画の「秘書伝説あの」ブルース・リーの息子さんのブランドン・リーさんの、えー、こうイメージをこう髪型でね、えー、ちょっとオマージュしたんですけどもまあちょっとそれと同じくねなんかこう不思議な悲運な死を遂げてしまったというのはまあちょっと。 おなかなか自分としても非常に残念な方を亡くしたなというふうに思っております。はい、であとねこの「ダークナイト」はですねアカデミー賞にもまあ大きな影響を与えておりましてあまりにも「ダークナイト」が素晴らしいというふうになったんですがアカデミー賞に入れようと思っても作品賞の枠というのは5作品しかそれまでの時代なかったんですね。ととなると当然 こういったアメコミとか商業寄りの映画を入れるよりはもっと芸術性の高い映画を入れた方がいいんじゃないかということでこの手のものっていうのが省かれてきたんですそれはよくないよねということでこの「ダークナイト」を入れたいっていう思いが強かったのでその次の翌年からですね最大10作作品品まででで賞をノミネートできるようになったんですだからジョーカーのホアキン・フェニックスとかも入るようになってきたんですね。 あととママットマックスとかもだんだんだだ入るようになってきてます、えー、だからそれまでこう娯楽性の高いものっていうのは入らなかったんですが、えー、実はダークナイトがやった功績というのはそういったアカデミー賞にも大きな影響を及ぼしているんだよという話も付け加えておきます。はい、えー、長くなりましたがいよいよ「ノーラン」3部作の3本目です「ダークナイトライジング」もう勢いに乗ってですね史上最大のバットマンの制作費を投じて2012年にこの「ダークナイトライジング」を作りました。 これもすごかったです。完結編としては、まあ、見事に、お見事としか言いようがないですね。アン・ハサウェイも出てましたし、トム・ハーディも出てましたね。はい。えー、で、まあ、巧みなプロットで、まあ、フィナーレを飾るにふさわしい、12分のですね、アン・ハサウェイが登場する、やっぱあの、アン・ハサウェイじゃなきゃできなかったですね、うん。キュートでセクシーさもありました。それから、あのミネ、フジコのような魅力もあったし、えー、あとは、その、キャットウーマンがパッとこういなくなる。 アーソイがいなくなるくだりはねまるでバットマンだなってい,あのいつもやってることをキャットウーマンにやられるっていうね笑いのシーンも僕好きですしそれからいよいよスタジアムが崩れてテロ行為が始まる、えー、スケール一番かったっすね最後バットマンがこうまあねもう落ち言っちゃいますけど爆破をですね違うところでさせて、えー、街がゴスタムシティが救われたというところがあるんですが最後よかったね このアルフレッドがですね、えー、マイケル・ケインがですねお茶しているとそこにねクリスチャン・ベールがアン・ハサェイと一緒に訪れてお茶をするっていうそこでにやりとして映画が終わるっていうしびれたーすっごいいいシーンなんでねこれは、えー、とダークナイトやその前の伏線がずっとあるんで3部作通してみるとあーもうこのシーンはねたまらん名シーンかなというふうに思います。はいということでまああの えー、もうこのねクリストファー・ノーランねやっぱりボリュームはどうしてもダークナイトが強くなってしまうんですけども3部作を徹底解説をさせていただきましたそしていよいよここからユニバースに突入してまいりますバットマン VS スーパーマンジャスティスの誕生というのが出てきますはいここからですねまたジョエル・シューマッカーの、うんまあ、迷える歴史というか歴史は繰り返すんですねせっかくクリストファー・ノーランで息を吹き返したバットマンシリーズなんですが これねエクステンド・ユニバース、まあ、分かりやすく言うと、まあ、マーベル・シネマティック・ユニバースの DC 版ですねやったんですがこれね監督が違ったんですよで結局そのザック・スナイダーっていう人が監督したんですしかもその看板であるスーパーマンとバットマンが戦うっていうもう最高の切り札出してるわけですよしかも同じ世界のね地続きだったという話なんですが ヘンディーカビルまで入れたにもかかわらずこれねダークな世界観リアル思考を引き継いだにもかかわらず失敗に終わります。なぜか監督がクリストファーノーノランでではななかかったからなんですよねやっぱりえ監督の個性はねやっぱりその人が出さなきゃいけないんですよね前のものを引きずって違う監督がやるとどうしてもあの表面的なもので終わってしまう。 何か,、うん、かね「暗い」「長い」「つまらない」っていうこの「まあ、早い」「安い」「うまい」じゃないですけど「暗い」「長い」「つまらない」というこの負のサイクルはここから始まってしまったような気がしました。うん、で結局そのフィルムのワールっていうんですけどこういったダークの世界観っていうのはその雰囲気なんですよね。でこれれがね、虚無的だったりとかそれかそら 陰のなんかこう暗いだけとか画面が見にくいどこでバットマンが戦ってんのか分かんないっていうなんか雰囲気だけを真似てもちょっときついですよね。という中結局えアベンジャーズチームはですねそのまあなんだアベンジャーズが「ファーストアベンジャーズ」もあの時めちゃくちゃ大ヒットしてでその後ドクター・ストレンジ」とか「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」とかどん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 娯楽路線 明るい路線を開拓していくんだけど DC は未だにその、まあ、クリストファー・ノーランのあーでいけるんじゃないかっていうふうに引きずってどんどんちょっと失敗していくで最近になってシャザムっていうね子供が大人みたいなコナンみたいなやつが出てきてちょっと明るくなったりとかしているんですがやはり圧倒的にマーベルに押されているのは否めないかなというふうに思いますね。はい、だから えーまあ、今ちょっと模索中、さらに追い打ちをかけるように、2017年のジャスティスリーグ、これも、えー、いろんなヒーローがいよいよここから出てきます、まあガル。ガドット演じるワンダーウーマンも出てくる、それから、えー、ジェイソン・モモアが出てくるアクアマンとか、それからあとサイボーグ、えー、あとなんだ、フラッシュか、えーまあ、この辺がですね、ジャスティスリーグの人気者たちが出てくるんですが、これはね、完全にマーケティングミスでしたね。これは僕の見立てですけど、 えー、なぜアベンジャーズは成功してジャスティスリーグは失敗に終わったのかと言いますとアベンジャーズは丁寧に一人人一人の主人公をちゃんところがジャスティスリーグの場合は、まあ、バットマンはもちろん、えー、知ってるからいいけども例えばフラッシュとか、えー、となんだサイボーグとかこの時代はまだアクアマンっていうのが。 ちゃんと作られてなかったんでアクアマンってお前誰だよっていうコミックを知らない人にとっては初めましてのキャラクターなんですよだからありがたみもなければそのえ主人公が背負っている背景がわからないから感情移入ができないんですねだから結果ワンダーウーマンはなんとなく感情移入できたで、スーパーマンバットマンもできるけどそれ以外のキャラクターが大変申し訳ないけれどもよくわからない っていう状況のまま先にジャスティスリーグを出してしまったがためにうーん共感が得られなかったのかなという風にやっぱ焦りですよねうん早く D あのマーベルのように DC もしなきゃいけないいけないっていう風になってうん結果えちょっと失敗した誰っていう状況になってしまったとまただですね僕あの悲観的な内容いろいろ申し上げましたけどもえっとすごくいい内容も DC チームはあってえスピンオフでスーサイドスクワットっていうのが作られて えこれも非常に面白かったですだからやっぱ DC は悪を僕は押していった方がいいんじゃないかでその証拠にホアキン・フェニックスが先ほど言ったようにジョーカーで、えー、まアカデミー賞支援団優勝を獲得するさらには、えー、ハーレー・クイーンでマーゴット・ロビーが大活躍する、まあ、ちょっとねコロナの影響で映画館なかなか上映が厳しいことになってしまいましたけれども、えー、やっぱりそのハーレー・クイーンにしてもジョーカーにしても悪役が今 DC は面白いんだということでまあ表層的なですね もうダークな世界観というのから脱皮してですねそれもまたジョエル・シューマッカーのような債家な感じじゃだめだと思いますけれども、えー、バットマンというのはこう時代とともにですね、えーまあ、今悩みながら成長していく。 もはやそのアメリカのヒーローであるということは間違いないのでまあ、DC の真似は僕しなくてもいいと思ってます、えー、むしろ独自路線のものを、えー、どんどんね今ジョーカーとかハーレクイーンの希望の兆しが見えてまるのでまあ、突き詰めていってまたバットマンの本筋の大きな三部作をですね打ち上げてもらいたいなというふうに思っておりますはいということで前回はねマーベルの、えー、もう なんだ MCU 一気にやりましたけども今回はですね DC の屋台もねバットマン一気に復習してまいりました完全版ということでかなり長くなりましたがぜひ、えー、分数と、ね、照らし合わせながらご覧いただくと楽しめるかと思います。はい えー、この動画が面白かったという人は高評価、チャンネル登録お願いしますそして通知をオンにしていただくとあなたにとってとっておきの一本に出会えることができるかもしれませんえ Twitter、TikTok も登録お願いしますあと、ね、週末土曜、日曜は、ね、私有村今度生配信映画総選挙やってますのでぜひ皆さん生配信にも参加よろしくお願いしますそれでは次回もみんなでシネマティーク今回もご視聴いただきありがとうございました。 さあ、えー、このシネマロボなんですが YouTube 版はこのようにお楽しみいただけるんですがもっと映画を知りたいという方はこちら有村コンのシネマロボという DMM オンラインサロン内にあるサロンサービスを私やっております。 私、有村と一緒に映画に行ったり、どこよりも早い映画の試写会、そして、母フ会でみんなで映画を語る、素敵な映画仲間がたくさん待っています。ぜひ皆さん、こちらまでご入会をお待ちしています。一緒に映画語りましょう